よいさ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 。日付は変わって今日午前3時、夜直井信二です。神男にあらゆる役をつぎ込んだ土持ちを背負わせて神社の外へ追い出し、途中で土持ちを捨てることで平穏を願うという神事です。よし、よいしょ、よいしょ。また午前9時頃からは神社に奉納されていた大鏡餅が切り分けられました。境内には神男の大桑さんも姿を見せ、参拝者らと握手を交わしました。役を落としてもらおうと思って来ました。裸男で出てて触れなかったので感激です、はい。切り分けられた大鏡餅は食べるとその年を無病息災で過ごせると言われ、大勢の参拝者らが買い求めていました。神男はもみ合いが終わってもゆっくりはできないのです。大役を果たしたばかりの大桑祐希さんに生中継でお話を伺っていきます。大桑さん、本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。ちゃんとの夏目と申します。皆さんの役を引き受けて、その役を落として大役を終えました。今どんなお気持ちでしょうか。もう本当にあっという間のおこもりからの3日間だったかなと思っています。あっという間に感じるものなんですね。頭の傷も少しこう痛々しく見えるんですが、お体など今日大丈夫ですか。首とかがちょっと痛いぐらいで、はい、全身ムチ打ちの感じです。やっぱり本当に激しいお務めでした。ありがとうございます。そして今日はこの方たちにも話を伺っていきます。大桑さんのお父さんの俊人さん、そして大桑さんがこれまで裸祭りに参加するたびに20年以上お世話になってきたという宿元の橋本さん、その息子の淳さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。まずお父さんの俊人さんにお話を伺います。昨日このもみ合い中は、はい、どこで何をしていらっしゃいましたか。いや、堂本の橋本さんの家でテレビを見て、はい、見てました、はい、どんなお気持ちで見守っていらっしゃいましたか、はい、間近で見たいっていう気持ちが先にあったんですけど、テレビで見ててやっぱり、あ、これは現場では見れないなと思ったぐらいですね。今どんなお気持ちですか。ああ、でもやっと上がって元気な顔見れて、うん、笑い声も聞こえたから、まあ、大丈夫かなっていう感じです。されますよね。ちなみにお父さん、うん、CBC テレビをご覧いただいたんでしょうか。はい、もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあ、そして神男の親友の橋本淳さんに伺いますけども、淳さんは、はい、直井殿の前でスタンバっていたというふうに聞きました。もみ合いが始まる前、どんな気持ちで臨んだんですか。もうとにかく勇気を無事に直井殿にあげさせたいっていう気持ち、それだけでしたね、はい、小さい頃から一緒でしたもんね。はい。そしてそのお隣にいる、お父さん、宿元の剛さん、剛さんは清須でご覧になってたということですけども、始まる前どんな気持ちでしたか。はい、僕も実のお父さんとテレビの前でもう本当にただ祈るだけでした。いや、そういう思いで皆さんご覧になってたわけですね。そうですね、うん、改めて昨日のもみ合いの場面場面を皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。昨日の午後4時24分、神男が参道に現れてもみ合いが始まりました。大桑さん、このもみ合いに臨む前、参道に現れる前っていうのはどういった心境でしたか。心境はまあどうですかね。最初はまあなんとかなるだろうと思ってポンと出たら、本当ものの数十秒で人混みに囲まれ、もみくちゃにされて、でも
まあ、すぐではないですけど、あの巣に戻ったので、はい、先輩に言われたことを守って途中まではできたかなと思っています。ほうほう。これあの参道でのこの揉み合い、ご自身もいろんな想定をしていたと聞きますけども、想定以上だったのか想定通りだったのか、いかがですか？想定以上でした。はあ、想定以上だった部分、それはどういったところでしょうか？17歳から揉み合いに出させてもらって、その中心にいることが途中からとかはあったんですけど、最初からはなかったので、ここまできついんだと思って、で今まではその新男の方に僕らが向かっていくっていう立場でしたけど、僕が逆に向かわれる立場ってなると、こんなにこう感覚が違うんだというイメージ、感覚でした。その五感はどのようになってるんですか？音が聞こえているのかとか、こう触られている感覚があるのかとか、いかがでしょう？触られている感覚はあって、音はもう先輩方が大丈夫だよ、今こうだよとかっていうアドバイスはずっと聞こえてて、春日のみんなが勇気勇気って叫んでくれてたので、それはずっと聞こえてました。応援する声が届いていたんですね。新男多分倒れてます。転んでますね。あ、もう入りますか？入りますね。入りましたね。はい。この楼門前も非常に激しい揉み合いになりました。で、私たち何が起きたか分かってなかったんですが、新男 OB の津田さんが、あ、新男が転んだとおっしゃったんです。この時何が起きたか覚えてらっしゃいますか？多分僕の気力がちょっと抜けてしまい、あの下に沈んでってしまって、はい、下であの本当に亀のようにずっといました。じゃ意識をこう一瞬失われたというか。はい、ちょっと失いました、はい、けどやっぱ大丈夫だよっていう声が聞こえたので、すぐ目が覚めてあの上に上がることはできました。いいんですよ、掴んだね、掴んだけどね、こっからがね滑っちゃうんですよ今度。そうなんですよ、もみ合いクライマックスの直井殿前です。この時は意識はありましたか？意識はありました。どういった水がかかってたのは覚えてるので、いやもう早く上げてくださいっていう、早く入りたいっていうのが、とずっと思ってました。いや、まあそれだけ苦しかったということですけども、あのこの時は酸欠状態になるというふうにも聞きます。実際にやはり酸欠になったりはしたんでしょうか？はい、酸欠にはなりました。はい、覚えてるのでは2回か3回は酸欠になっていると思います。この時あの大桑さんの背中が真っ赤だったことに私たちびっくりしたんですけど、これ何があってこのようになったのか、大桑さん覚えてらっしゃいますか？僕が渦の中で何回か倒れてしまい、あのでも絶対に手は離すなっていう先輩の声があったので、ひたすら掴んでた時に引きずられた傷だと思います。そうだったんですね。でついに直井殿に入られました。この時のお気持ちはいかがでしたか？いや、もう最初は入ったのかどうかも分からなくて、あの抱えられた時に上がったぞって言ってもらえたので、あのようやく入ったんだと思って、もう本当に上げてくれて抱えてくれてありがとうございますっていう気持ちでした。さあ大桑さん、今週月曜日にですね、おこもりに入っていこう、数多くの神事をね、経験してまいりました。たくさんの方に触れられました。改めてこの大役を務めた今の率直な感想を聞かせてください。本当に怒涛の3日間だったので、ただいろんな人に声をかけてもらって、いろんな人にありがとうございますって言ってもらえて、もう本当に感謝するしか
ならせてもらえたことが感謝だな、感謝だなと思っています。歴代皆さん感謝の気持ちを言いますよ、はい、本当に、ね、新男ですから。ちょっとどうですか大久さん、生活をなんか変えるとか何かあるんでしょうか。いや今回こんだけあの揉み合いがハードでしたので、はい、体力作りはもうこれから先は心がけていきたいと思います。つまりこれから裸祭りに関わる際は今度は神男を守っていくってことですかね。はい、そうですね、守っていきたいと思っています。